体こう潜るところが多くなりますんで、そういうところは水が溜まりやすくなりますから、くれぐれもこういうゴーレポートの付近のアンダーパスはご注意願いたいと思っています。はい、これサポーターの皆さんからの報告で、実際10分天気などの報告では5レベルの雨、一番強い雨ですね、5と音を立てて降るような雨の報告が集中していますが、リポートなどで道路への影響が出ているリポートっていうのはこの時間まで届いてますか？いや、まだレポートの入ってませんね。ああ、はい。ただだいぶ見にくくなってますので、もし見つけられたらぜひその辺は、次に使われる方だいぶ役立ちますので、危ないというところではいただきたいと思っております。はい、はい。実際ね、車の運転中はリポートがねちょっとできませんけどもね、はい、助手席座っている方がおられたりだとか、少し車止めた時にね送っていただけるとありがたいですね。そうですね。はい。多分皆さん通いないところですんで、あそこのところは危ないなど、さっきの船場もそうなんですけれども、遠目のところも両線の下潜るところありますんで、そのところは十分ご注意なさっていると思うんですけどもね。はい、はい。いつもよりもね、より慎重に運転するっていうことは安全にもつながりますのでね、はい、安全運転心がけていただきたいですね。はい。であと関東エリア以外でこれから今夜にかけて影響が出ているところ、影響が出そうなところってありますか？今日は幸い関東のこのところだけですんで、はい、特に天気による影響はないということですね。はい、はい。そして明日土曜日ですが、土曜日になって実際に高速道路また一般道を含めて何か影響が出そうなところっていうのは考えられますでしょうか？さっき予報センターありましたように、夕方から関東の方で雨が強くなってくると言われてますので、そのタイミングでちょっとお帰りの車が首都高あるいは東北道磐越方面ですね、結構多くなってきますので、スピードが遅くなる分渋滞の発生する可能性がありますので、ちょっと明日のお帰りのタイミングは天気見ながらですね、はい、途中でもし渋滞しているようでしたらサービスエリア等に入ってお休みになられた方がいいかもしれませんね。なるほど。渋滞の可能性が、天気による渋滞の可能性があるかもしれないそうですね。はい、はい。天気によって運転上気をつけるべきことっていうのはあるでしょうか？やはり急な強い雨では前の、見通しが悪くなりますから、スピードを出した場合に、事故の起こりやすい状況になりますので、はい、天候的に危ない、あるいは雨、前に黒い雲があったら少しスピードの方ですね、周り見ながら調整してもらう方がいいと思いますね。少し速度を落とした方がいいということですね。はい、わかりました。他に何か雨の中運転する際注意すべきことってありますか？多分皆さんもうご注意になっていると思うんですけれども、カーブあるいはその止まるところが一番ブレーキかけます、あるいはハンドル取られやすいですから、はい、そういったところでのコーナリング普段にましてご注意願っていきたいと思っております。はい、はい。何よりも安全運転というのが一番大切ですね。そうですね。はい、はい、わかりました。堀江さん、どうもありがとうございました。予報センター堀江に最新の道路に関する情報を伝えていただきました。はい、ではここからは引き続き最新の雨の情報を皆さんのリポートなどを紹介しながらお伝えしていきます。ではまず最初に神奈川県相模原市からいただきました佐賀くんさんのリポートです。怪しい雲行きというタイトルで送ってもらいました。先ほど相模原は大丈夫なんてリポを送りましたが、怪しい雲が北西から伺っていますよと、このリポを書いているとき午後7時19分ポツポツ雨粒が落ちてきました。ラジオからノイズも聞こえますといただいています。この方面雨がもう降り始めた、ポツポツと降り始めたということで、だいたい15分ぐらい前に降り始めたようですね。そして、これは部屋の中から撮っていただいたんでしょうか、ガラスに雨粒がついているのが、わかります。もう降り始めてますね。あとラジオからノイズも聞こえますというリポートいただきましたが、このラジオからのノイズというのが雷のね可能性もあるかもしれませんので、ちょっと気になりますね。そしてもう一枚、こちらはコメントのみのリポートなんですが、茨城県霞ヶ浦市からいただきました。ありがとうございます。鉄警隊というお名前ですね。土砂降り、数分前から土砂降りの雨が降ってきました。この方面では数分前、リポートをいただいたのが午後7時28分ですので、
だいたい10分少しぐらい前から土砂降りの雨になり始めた霞ヶ浦市、だいぶ雨のエリアが南に下がってきたのでしょうかね、変わってきているようです。では予報センターに、現在の関東の雨、先ほど伝えていただいた状況から少し変化が発生しているのかどうかも踏まえて再び聞いてみたいと思います。予報センター大沢さん、はい、はい、よろしくお願いします。今サポーターの方のリポートをいくつかご紹介させてもらったんですが、はい、神奈川県相模原市ではすでにポツポツ来始めたというリポート、はい、そして気になるのがラジオからノイズというリポートをいただきました、はい、そして霞ヶ浦市、茨城県霞ヶ浦市からは数分前から土砂降りの雨が降り始めたということなんですが、はいはい、少し変化が発生してきたんですかね。そうですね、まずですね、一番強く降っている霞ヶ浦市周辺ですね、はい、こちらの雨雲の方を見ていきましょう。まずこちらはですね、手元の方で10分天気マップの方ですね、はい、出していますけども、この辺り豪リポートかなり多くなってます。多くなりましたね、はい、先ほどの時間に比べると短時間ですけども、はいはい、雨の強い雨のエリアが随分南に変わってきましたね、はい、南東方向に進んでですね、はい、細かく見るとラインがこう2本あったようなものが1個に固まっているような感じで今雨雲ですね、見えています、はい、でこの雨雲のですね、大体通過時間ですけども30分から1時間同じようなところに居座るような形になりますんで、はい、豪雨リポートですね、豪雨といった降り方ですけども1時間弱ぐらい続く可能性があるので、はい、この後も要注意してください。このあたりですね、これ豪雨という雨が1時間ぐらい続くと、はい、どういうことが起こりやすいんですか。何か注意すべき点、ね、はい、注意すべき点は先ほども交通気象センターの方からありましたけども、はい、アンダーパスへのですね、この水の溜まる状況ですね、が予想されますので運転要注意というところです。なるほど、低いところは結構浸水しやすく、はい、そうですね、なるということですね、はい、先ほどですね、数字で見たところ10分で10ミリといった降り方をしてますので、はい、そういった降り方をしますとですね、この辺りですね、あっという間に水たまりができてしまってですね、はい、排水溝とかでですね、水溢れてしまうようなことも考えられますので、排水溝では処理できないくらいの雨、はい、そうですね、はい、短い時間でやはり降るということで、それが30分から1時間続くとかなりきついですね。するとそうですね、はい、はい、うん、でこの雨そのものは今茨城県ですが、はい、もうまあ南部の方に移ってきてますが、はい、この後千葉県にも流れ込んでくるでよろしいでしょうか。はい、千葉県の北西部の方ですね、はい、成田からですね、西の方向ですね、はい、こちらの方がメインとなってですね、はい、千葉市周辺ではですね、かなり可能性低いかなというところですね。千葉市周辺までは今のところ大丈夫だろうと、はい、そうですね、はい、都心周辺のリポートでもありましたけども、はい、降り方はですね、やっぱり雷を伴っていないような降り方ですね、はい、時々大粒の雨がですね、ポツポツポツと降ってきますけれども、うん、ザーザーとかゴーといった降り方ではないので、うん、都心周辺に入ってくるとですね、雨雲の方は弱まる傾向にやはりあるようですね。はあ、なるほど、はいはい、今のところはそういう見解だということですね、はい、ただ実際に神奈川県相模原市ではポツポツ雨が降り始めて、はい、ラジオからノイズも聞こえるというリポートがちょっと気になるんですが、はい、そうですね、気になりますね。こちらの方の雨雲をですね、また10分天気予報の10分天気マップですね、こちらで見てみましょう、はい、注目点はですね、相模原から見てまして、こちらの西方向ですね、西部山沿いですね、はい、かなりまだ発達した雨雲があるというところです。なるほど、この辺りですね、はい、はい、ですのでこういったですね、雨雲、まあ、雷雨になっていますね、おそらく雷を伴っているんで、こういったものが近づいてきている影響もあってですね、おそらくラジオにノイズが入っていますので、まだ近づいてくるぞというですね、危険信号だと思われます。ラジオのノイズ、はい、これ多分 AM ラジオだと思うんですが、はい、これノイズが聞こえると雨雲、雷雲が近づいてきている証拠と言ってもいいんですね、はい、危険信号だと思うのがいいかもしれませんね、はい、わかりました、まあ、いずれにしても関東南部などはこれからまだ雨が降る可能性十分ありますのでね、はい、はい、まあ、そのあたりまたしっかりと予報センターで持っていただき、また変化があればこのソライブ24の中、またインターネット携帯サイトなどでも伝えてください。はい、はい、大沢さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。予報センター大沢に最新の雨の情報、関東エリアですが、関東エリアの最新の雨の情報を伝えていただきました。現在関東エリアでは激しい雨になっているところもあります。今夜、まあ、深夜まで雨の降りやすい状況続きます。今まだ雨が降っていなくても
雨雲が近づいたり、また、まあ、先ほどのリポートもありましたけども、ラジオにノイズが乗ったり、まあ、暗くなってきましたのでね、雷が接近するときなどは稲光なども遠くでも離れてても、感じることができると思いますので、まあ、そういうものを見たり感じたりした場合は、この後雨が降る、前兆だというふうに捉えていただけたらいいと思います。ただ雨は、まあ、深夜の0時くらいまでだろうということですのでね、まあ、それ以降は大丈夫だということです。ではここでもう一枚リポートをご紹介します。茨城県石岡市からいただきましたニャースさんのリポート、こちらになります。こちらは高速道路のリポートですか。桜土浦から高速道路に水戸に向かって走行していたら土砂降りに遭いました。視界不良にてパーキングエリアにて一時待機中ということで、パーキングエリアに車を止めてこの写真を撮っていただいたようです。さらに続きがあってピカー遠雷といただいています。雷が鳴っているということですね。まあ、土砂降りで視界不良に遭われたということなんですが、まあ、このニャースさんパーキングエリアに一時避難待機されたということですが、やはり激しい雨の時は高速道路非常に危なくなりますのでね、実際近くのパーキングエリアサービスエリアあれば、そちらに入っていただき少し休憩がてら待機されるっていうのが、確かにいいと思いますね。はい、まあ、実際車運転される方多いと思いますので、このような時にあった時の参考にしてください。はい、では、今日は金曜日、そして週末お出かけの方も多いと思いますし、また、来週天気気にする時期かもしれません。この時間はじっくり週間予報、じっくりとこれから1週間の天気、皆さんと一緒に見ていきましょう。では週間の天気マークから、週間の天気マークから見てみましょうか。はい、こちら天気マーク週間にします。こちら見ていただきますと結構晴れのマークが目立っているんですね。関東などは明日は東京でも晴れのち雨ということで、夕方以降のにわか雨雷雨がこの天気のマークに現れているわけですが、それ以外は明日以降九州から北海道にかけては晴れのマークが多くなってますね。まあ、高気圧に覆われる日が多いということなんでしょうか。この時期本来であれば実際にはもうそろそろ梅雨に入っても全然おかしくない時期なんですが、この週間のマークの範囲ではまだ梅雨入りが見えない、そういう形になっています。一方こちら沖縄は曇りや雨のマークで、どうやら梅雨空がこの1週間続きそうですね。週間天気図見てみましょう。週間天気図です。こちら週間天気図見ますと6月6日ですので日曜日、結構高気圧にしっかり覆われてますね。東北とあと朝鮮半島の近くに高気圧の中心があって、日本列島をがっつりとこれね覆ってくれてます。ただですね、これ高気圧の中心が2つあって、この間がね結構気になるんですよね。この辺りがちょうど高気圧と高気圧の間で、西日本も高気圧と高気圧のどちらかといえば間になってしまうかもしれませんね。まあ、こういう時はですね、これ基本は西日本なども晴れると思うんですが、山沿いなどではねこの高気圧の間ということなので、にわか雨とか雷雨がもしかしたらあるかもしれません。南西諸島方面はこちらの梅雨前線ありますね。あとこの TD 熱帯低気圧がちょっと気になりますね。そして来週1週間の初め6月7日はどうなるかということですが、北日本中心にこれ高気圧、北日本東日本は覆われてますが、この低気圧前線がこれちょっと南の海上にありますので少し気になるところです。結構この太平洋側中心に雲が
かかりやすいかもしれませんね。で、高気圧が北日本中心に覆ってますので、西日本東日本は晴れ間が出たとしてもにわか雨雷雨などが発生しやすい、そういう一日になりそうです。そして6月8日火曜日、やはり南に低気圧がありますね。ちょっとこの低気圧の動きちょっと気になります。で、高気圧は北日本中心に覆ってますね。そして9日は高気圧に結構しっかりと覆われてます。まあ、中心は東の海上に遠ざかっていますが、日本列島は高気圧の中で、10日高気圧に覆われてますが、この辺前線が出てきてるのかちょっと気になります。そして6月11日来週の金曜日になると、こちら前線が九州にこれ近づいてきて、雨が降るんでしょうかね。6月11日来週の金曜日になると、どうやら、まあ、西の方、西日本などは、まあ、10日から11日ぐらいにかけて、早ければ今年ようやく梅雨入りになるのかなと、天気図を見る限りそのように見えますね。はい、まあ、しばらくは高気圧に覆われて、まあ、晴天に恵まれる、まあ、梅雨入りまで少し遠い、そういった形の天気になりそうですが、ただにわか雨のある日もどうやらありそうですのでね、天気の急変には気をつけていただきたいと思います。そして来週末になるとようやく西日本から梅雨らしい天気に変わってくる、そういう風な週間天気にどうやらなりそうです。ではここで全国の明日の天気、全国ですが天気のマークで見てみましょう。それでは明日の全国の天気詳しく見ていきましょう。まずは南西諸島と西日本です。南西諸島なんですが、明日も梅雨空がどうやら続きそうです。空だけではありません。ムシムシした体感も続きそうです。西日本なんですが、九州南部、鹿児島などでは雲が広がりやすいですね。雨が降ることもありますので、雨が降ることもありますが、本降りの雨には明日の段階ではどうやらならないと見ています。九州北部、中国、四国、近畿エリア、こちらはよく晴れそうですね。晴れの1日で日差しもかなり強く、気温も上がって暑い1日、まるで夏のような1日になりそうです。東日本です。東日本なんですが、こちらは東海や北陸西部に関しては西日本と同じようによく晴れて青空が広がり、まあ、夏のような暑い一日になりそうですね。ただ関東から北陸東部、新潟県などにかけては少し不安定な天気になります。晴れていたとしても、まあ、午後になると天気急変、突然の雨に気をつけてください。東京の気温26度まで上がり夏日になりそうです。北日本です。はい、こちら東北エリア、この方面明日もそうですね、雲に覆われてすっきりしない一日ですね。たとえ日差しが出たとしても一時的です。雲が広がりやすく不安定な天気、急な雨にこちらも気をつけてください。北海道なんですがね、この方面肌寒さもどうやら解消してね、晴れ間が戻ってきそうです。以上、全国の天気お伝えしました。では最後にウェザーリポート1枚ご紹介します。熊本県水俣市からいただきました、鈴鹿さんのリポートです。空気が水っぽくひんやり感じます。日没前から雲が全体に薄くなりました。今日一日お隠れの太陽が最後に出血大サービス。今日一日太陽は、ね、隠れていたようです。そして最後この時間になって顔を出して出血大サービスをしてくれているというリポートですね。燃えるような海と空が広がりました。いや、鮮やかな色ですね。本当に黄昏時っていう感じがします。言葉にならないです。いや、本当にね、こういった美しい空を見ると、ね、何とも言えない穏やかな気持ち、心が癒されますね。これ見事な写真ですね、本当に。
オレンジ色の空、日が沈む空、ちょうど日が沈むんでしょうか。今日は月はどんな月なんでしょうかね。この後ソライブムーンをお送りしていきますが、今日も山岸さん、アイリンをお送りしてお送りするソライブムーンですが、どんな月になるのか、そういったのも楽しみになってきます。この後午後8時から、ソライブムーンも、お楽しみください。今日はソライブイブニング、ここまでお送りしてきました。どうもありがとうございました。
皆さんこんばんは。6月4日金曜日、ソライブムーンの時間です。さあ、ここからは山岸愛理とソライバーの皆さんでお送りしていきます。よろしくお願いします。さあ、6月4日金曜日、週ラスト金曜日ですけれども、皆さん1週間お疲れ様でした、ね、今頃はお仕事終わってのんびりとお家でこの番組を見てくださっているんでしょうか。それとも今日は金曜日ということでちょっと寄り道しようと考えているんでしょうか、ね、今日は日中は本当に強い日差しで暑かったところも多かったですね、うん、皆さんから青空のリポートもたくさんいただきました。ただですね、ここ最近ちょっとコロコロと変わりやすい空となっているところが続いていますけれども、今日は東から北のエリアで天気急変に油断ができませんでした ね。関東エリアの皆さんは特にお帰りの時間に影響が出る可能性があるということで、この後も空の様子注目していきたいと思うんですけれども、では早速皆さんからのウェザーリポートで現在の空の様子見ていきたいと思います。ではまず北海道滝川市の秋さんからのリポートです。タイトル、ゆっくり。まだ雲の多い空、雲はゆっくりと北から南へ流れています。北から待望の青空が見え始めています。お日様の暖かい日差し、雲に遮られながらもしっかりと感じることができます。このままゆっくりでもいいから回復してもらいたいですね、とコメントいただきました。ありがとうございます。こちらとっても綺麗な菜の花畑なんでしょうか。もう遠くの方まで続いていて最高ですね。でっかい道ちょっと今日は北海道すっきりしない空のリポートも届いていましたが、これを見るととっても穏やかな空の様子を送ってくださいました。17時2分にいただいた空ですが、このままゆっくりと回復していってくれるのか、後でゆっくりと、ね、確認していきたいと思います。続いて滋賀県の柏もっちさんからのリポート、タイトル、ピンクに染まる夕暮れ。今日も晴れて日差しがじりじりと暑かったですね。今日はうっすらとした雲が多く、あまりもこもこの入道雲は見かけませんでした。明日もいい天気になりそうですとコメントいただきました。ありがとうございます。こちらも美しい穏やかな空のリポートをいただきました、近畿エリア今日は本当に青空リポート多かったですね。もこもことした怪しい入道雲、大きな雲は見かけなかったと、今日は空の様子楽しむことができたんじゃないでしょうか。続いて群馬県のジャスミンさんからもリポート届いています。こちらは雨の報告ですね。娘の帰宅と同時に雨が降り出して、間もなく雷が鳴り始め、稲光が近くに見えたので、もしもの場合に備えて懐中電灯を探し、やっと見つけたら外はいつの間にか静かになっていました。なんだか星も見えそうな空になってきたな。まだ黙々後もあるから油断は禁物とコメントいただきました。ありがとうございます。19時42分にいただいたリポートです。雷の音が聞こえ始めて、準備をしていたら静かになっていた。でもまだ油断はできないような怪しい雲がありますと報告してくださいました。確かに大きな雲がありますね。なるほど。ではこの後、今夜からそして明日にかけてどんな空広がっていくのか、ここからは予報センターの町田に伝えてもらいます。では町田さん。はい、こんばんは。こんばんは。今日もですね、皆さんからたくさんのリポートいただいていますけれども、はい、この群馬県のジャスミンさんからはもくもくとした雲があるので、この後も油断禁物ですとリポートをいただいたんですけれども、はい、やはりこの後まだ天気急変注意が必要なんでしょうか。そうですね、関東エリアは今夜まで突然の雨、そして特に北部や山沿いでは雷雨にも注意が必要ということになりそうです。はい。じゃあこれからお帰りになる方、はい、空の様子注目していただきたいですね。そうですね、はい、はい、そして明日にかけてもそんな不安定な空続いてしまうんでしょうか。はい、明日もですね、今日と同様に関東や東北エリアを中心に不安定で、で今日よりですね激しくなると、雷雨になるといったところも出てきそうです。はい、では明日も皆さんの空読みかなり大切な一日になりそうですね。そうですね、休日ですが、たまに空も見上げていただきたいですね。そうですね、はい、では明日どんなところに注目すればいいのか教えてください。はい、では
明日の空読みをまずは全国1枚で見ていきます。はい、はい、明日は3つのエリアに分かれています。はい、まず今お話ししましたように不安定なエリア、突然の雷雨が心配なエリアがこのように関東甲信から東北に広がっています。はい、黙々雲ですね。そして西日本、東海以西は割と安定して晴天が続くことを空読み、あと沖縄は明日もですね雨が降ったりやんだりとなりそうなので、はい、雲の高さで空読みです。はい、で見ていきますと、まずはこの赤いエリアです。はい、背の高い黙々雲や雲底の黒い雲、こういった雲を発見したらゲリラ雨、雷雨に注意ということになります。はい、で福島で見てみますと明日はもうあまり回復せずにですね、はい、たまに雨が降ったりやんだりが続きながら明日の昼ごろまた雨が特に強まるといった可能性があります。ブレ幅がだいぶ広いですね。そうですね、はい、あまりほとんど降らない可能性もあればもうゴーッと土砂降りの可能性もあるといった具合ですね。はい、はいはい、この辺りを空読みで見ていただきたいと思います。はい、であと東京明日もですね日差しはあるんですが今日よりちょっと早めの時間帯ですかね、はい、夕方ぐらいにさあもしくはザーザーといったそういった雨の可能性があります。はい、はい、こちらも黙々雲、また今日と同様にですね西もしくは北西の方からですね、はい、近づいてくる雲に注目ということになりそうです。はい、そしてこの黄色いエリア東海から西日本にかけては雲がすぐに消えて晴天が続くか空読みということなんですが、ちょっとこういった空に浮かぶ黙々、黙々生まれていかないですね、はい、綿雲というのが出るかもしれませんが、はい、こういった雲が先ほどの黙々雲みたいに発達しなければすぐに消えてしまうようであれば天気の崩れはないと言えます。はい、はい、大阪はこんな感じで影はっきり、もう晴れ一直線ですね。晴れですね。はい、はい、もう紫外線とかそちらに注意が必要と。あ、紫外線対策、暑さ対策、明日も、ね、はい、大切ですね。そうですね。はい、はい、そして沖縄雲の底の高さでそれから色で雨の強弱を空読み、こんな風に黒っぽい雲、そして雲が低くなると雨が強まるといった具合でもう降ったりやんだりというのがありますので、はい、そのあたりを空読みしていただきたいと思います。はい、では明日お出かけされる方も多いと思いますが、はい、ぜひ雲の様子注目していただきたいですね。はい、はい、ありがとうございます。以上、明日の空読みのポイントについてお伝えしました。ここからは明日のお天気マークで見ていきます。明日の全国のお天気お伝えします。まず西日本です。那覇は風が強まり土砂降りの雨になることがあります。外出の際は大きめの傘やタオルがあると安心です。福岡や広島、大阪は太陽が活躍、にわか雨の心配もなく洗濯物の外干しにも安心な天気です。続いて東日本です。金沢や名古屋は明日も半袖日和が続きます。じりじりと強い日差しが届くので紫外線対策、熱中症対策をしてお出かけください。東京は明日も夏のような暑さ、午後はにわか雨や雷雨の可能性があるので折りたたみ傘を持ってお出かけください。続いて北日本です。仙台や秋田は変わりやすい天気が続きます。曇りマークの時間でもにわか雨や雷に注意が必要です。黒い雲が見えたら雷雨に要警戒のサインです。札幌は太陽が復活、肌寒さも解消しお出かけ日和です。以上、明日の全国のお天気をお伝えしました。では明日のお天気確認したところで、ここからは本日のソライブムーンのラインナップを確認していきます。ラインナップはこちら。ではまずその1、おかえりメール。今日も私から皆さんにメールを送らせていただきました。こちらのメールに返信してくださった皆さんのお名前、そしてメッセージをご紹介していきたいと思います。そしてその2、今日のムーン。さあ、今夜はどんなムーンが見えそうなのか、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そしてその3、
全国洗濯夜干しマップ。さあこちら、今夜は洗濯物干しっぱなしにして寝てしまっても大丈夫なのかどうなのか、こちらをですね皆さんと一緒に確認していきたいと思います。そしてその4、初めてのウェザーリポート、こちらは新しくウェザーリポーターになった皆さん、この時間新しくリポートを送ってくださった皆さんのウェザーリポートをご紹介していく時間です。みんなで温かく迎えていきましょう。そしてその5、その時天気が動いた、ね、今日も、まあ、天気が動いた瞬間について、予報センターの方と一緒に振り返っていきたいと思います。そして今後の空読みに生かしていければと思います。そしてその6、サクライブ、ね、皆さんからの桜のリポートをご紹介しながら今の桜をライブしているこの桜ライブ、そろそろゴールが見えてきたのかななんて話をここ最近していますけれども、実は今日を入れて残り2回だそうです。今日を入れて残り2回ねえ、ついに、あそうなんですよ、明日でフィナーレ、まあ、この桜自体はねやっぱり散ってからも皆さんと一緒に見守っていきたいと思うので、またね何かトピックとかがあればお伝えしていくこともありますけれども、一応このように毎日このソライブムーンの中でお送りしていくっていうのが今日そして明日で最後ということで、そろそろこの桜をね、こうやってずっとこう西から東そして北っていう風にずっと見てきて、なんかちょっと寂しい気もしますけれども、残り2回もう全力で楽しんでいきましょう。そしてその7、ドリームピクチャーズ、さあ金曜の夜は皆さんと一緒に夢のような絵を描いていく時間です。空キャンバスを使って絵を描いていきます。そしてその8、今日の夜景、ね、今夜はちょっと夜更かしする予定の方もいらっしゃるかもしれませんが、この時間はのんびりとした曲を聴きながら美しい皆さんの夜景を見て眠りに向かっていく時間です。以上8つのラインナップでお届けしていきます。本日もソライブムーン3時間よろしくお願いします。さあではですね、先ほど7個目にありましたドリームピクチャーズ、こちらのテーマを早速発表したいと思います。今日のテーマはこちら、夢のような空読みアイテム。夢のような空読みアイテムというテーマでこの後皆さんと一緒に空キャンバスを使って絵を描いていきたいと思います。こちら空キャンバス、ウェザーニュースのウェブサイトからダウンロードすることができる空窓アプリの中の空チャットの中に空キャンバス入っています。ぜひですねこの後夢のような空読みアイテム、どんなものがいいかなと考えて絵を描いてみてください。 BS や携帯からご覧の皆さんもぜひね、簡単に空窓アプリダウンロードすることできるので参加していただければと思います。みんなで考えていきましょう。では早速オンにしていきたいと思います。お、今オンになりました。ではこの後皆さんの素敵な絵お待ちしています。さあそしてですね、このドリームピクチャーズのテーマが、まあ、夢のような空読みアイテムということですが、本日のメールも同じテーマで募集したいと思います。夢のような空読みアイテム、こちらメールでも、まあ、両方絵と文章で両方送ってくださってもいいですし、あとはね、今外から携帯で見ているんですっていう方とかはメールで送ってくださったり、あとは BS の方ですね、 BS910 チャンネルからご覧の皆さんも、ね、なかなか空キャンバス参加できない方もいらっしゃると思いますので、ね、メールでもお待ちしています。どしどしどうぞありがとうございますありがとうございますそうです、やっぱりねここ最近天気急変、注意が必要な日が本当に続いていますね。変わりやすい天気の日、こういう日は皆さんの空読みかなり重要になってきます、ね、こういう時こんなものがあったら空読みしやすいのになとか、うん、もしそういうアイディアなどありましたらぜひ、ね、教えていただければと思います。こちらメールアドレス、アイリン @soraive24.com、 ailin@soraive24.com、 こちらまでぜひ送ってくださいね、どんなものがありますかね、空読みアイテム。皆さんのメール、そして空キャンバスの絵を楽しみに
していたいと思うんですけれども、さあではこの後皆さんの、ね、ご紹介していきたいと思います。さあではですね、以上ラインナップとメールテーマ、そしてドリームピクチャーズのテーマをご紹介しました。早速ソライブムーン一番最初のコーナーからいきましょう。おかえりメール。さあ本日もおかえりメール、私のメールに返信してくださった、17時から8時までの皆さんに限られてしまいますが、お名前を読み上げさせていただきたいと思います。今日もですねたくさん返信があったので、ちょっと急ぎ足にはなりますけれども、ぜひですね皆さん聞き逃さないようにもうバッチリ聞いていてくださいね。さあではいきますよ。まずはタケプーさん、そして無限に広がる大宇宙さん、私のコンシェルジュさん、ゆうきさん、渋谷区初代ののりさん、サトッシーさん、プーくんさん、エスモトさん、早風さん、中目黒さん、さつまいも男さん、百式山健さん、まめまめまめっちさん、ポンちゃんワンクションさん、マスオ事務長さん、本田ちゃんのえいさん、星光さん、ひらりんさん、マイアイさん、ウィンドウブハヤトさん、ひろっちさん、森蔵さん、早太郎さん、タマホームさん、ヒッシーさん、文通さん、ひげこいジュリーさん、千歳船橋の山山さん、新活辻口桃子さん、郵便屋さん、神奈川神奈月かすみさん、飯塚の熊さん、やっくんさん、 WDD さん、小日本さん、時間さん、マシャさん、桜プリンスさん、ひまわりさん、安熊さん、ひかるさん、みるみるさん、くないさん、ブルードさん、 KKJP さん、つーたんさん、さくらさん、長岡のぼしさん、ハウーさん、デブデブさん、糸前さん、ガゼひとみさん、爆民牛さん、キサーとハマッコさん、カズさん、LX さん、石垣島のたけしさん、白石くろこさん、たかっちさん、かなこさん、白鷺ゆきさん、たかしさん、はちくんさん、ほくとさん、スティッチくんさん、ともえさん、かねこのしずみさん、たっつさん、ほやてつとさん、たつんだじょう、そらゆみするんださん、いきものきゅうちゃんさん、ユニコーンめさいやさん、のぶさん、たぬきちさん、かもめばい新潟さん、ベガさん、たーさん、さわぞうさん、大森さん太郎さん、しざこだどし超猫系さん、ウッドノートさん、 MSR アット船橋さん、カドマのアヌフトさんさん、ジョルジュさん、マー君さん、 UUY さん、ダー君さん、ムギムギ隊のチョコボキーさん、ヨッシーアット川崎区さん、ニャーニャンさん、ヒログランデさん、ペギーさん、翔一さん、ラズベリーさん、マサチューセッツ工科大学さん、恐竜のお医者さん、ピョン吉さん、ツネさん、ゴッドさん、ハマちゃん、ダヨンさん、喜劇大好きさん、マルさん、ニッチもサッチもさん、東京人マサキチさん、ヒロアキさん、ホニャララナツキさん、ノーサイドさん、隣のトトロちゃんさん、リョウさん、カワチョン、ウフフさん、21スラムダット、ミトさん、バイク乗りのリッチャーさん、黒のカイジさん、スモーダイスキさん、シード2013、ステンサーさん、タマさん、タケさん、ネオクリスチャンさん、トクさん、渡辺エイチさん、タケちゃんさん、小柳和子さん、マジャさん、森のクマさん、マサヤンさん、木村誠志郎さん、ユージくんさん、ベンさん、総理大臣さん、ミオゴンさん、カズくんさん、お茶の丸さん、ユーアット町田さん、終わりネズミさん、橋の小太郎バイ行田市さん、宮崎の栗さん、大内国助さん、平井峰さん、チャーさん、ジャスティン・ティンバーレイクさん、横文字は難しいですね。周平さん、塩爺さん、激闘さん、エボーヤンさんさん、半ズボン、短パンコンさん、カツさん、イモリンさん、高圭セズンさん、埼玉ピオポンランドさん、一徳さん、オナガくんさん、ラミヒンさん、大門軍団、マサさん、波状雲さん、みかんさん、福島県のカズさん、山口あった白龍さん、ダマッコさん、イエローハンターさん、トールさん、ダノーさん、ペガサスさん、カズゼロオースーさん、パソコンに夢中さん、ユースケットさん、ヨシヒカさん、すっとこどっこいさん、皆さん、皆さんありがとうございました。一日お疲れ様です。おかえりなさい、おかえりなさい。皆さん帰ってきましたか？あ、帰ってきましたね。皆さん、返信ありがとうございました。ただいまさあではですね、ここからはこの中から1名あたりを決めていきたいと思います。おかえりメールスロットさあではスロットドン、スロットスタート。さあ今日はどなたになるんでしょうか、ね、通常バージョンのメールは私、今日は分かりやすい地図で今日の空読みのポイントについて皆さんにお伝えしていますけれども、当たりも、まあ、何かを書きました。私何を書いたのかは秘密ですさあではですね、そろそろ止めていきましょう。ストップ。隣のトトロちゃんさん、おめでとう。
のトトロちゃんさん、いらっしゃいますかね。見てくださっているんでしょうか。私が何かを書きましたので、ぜひね、何が書いてあるのか注目してみてください。この後メールを送らせていただきます。さあ、ではですね、皆さんのお帰りメール、メッセージもですね、注目しながらお伝えしていきたいと思います。皆さんからメール届いていますので、ではこちらのメッセージ、まずは常さんからのメッセージご紹介していきます。こんばんは、お疲れ様です。こんばんは。今日は結構暑くてたくさん汗をかきました。日差しが特にきついです。暑いと頭も回りませんね。こちら生放送ですからね。こちらはくっきりと晴れていますが、雷雨になるのでしょうか。ゲリラといえば2年前の夏を思い出します。突然の嵐に初めてあのような恐ろしい光景を見たのを覚えています。予測がつかないから、ゲリラなのにあの年はゲリラが来るなんて会話が成り立つくらいでした。今年はどれくらいゲリラ雷雨が来るのでしょうか。やっぱりゲリラなので予想はつかないんですかね、ってコメントをいただきました。ありがとうございます。確かに今日はかなり強い日差しが届いて、もう本当に暑い一日となりました、ね、そしてくっきりと晴れているいますが、雷雨になるんでしょうか。こんなに晴れているのに天気急変するんでしょうか、っていうふうに感じているんでしょうか。静岡県の方ですね、常さん、ね、2年前の夏、まあ、ゲリラ雷雨、ね、見たのを覚えている、ね、でもね、去年も皆さんと一緒にこのゲリラ雷雨、怪しい雲など追っていましたけれども、今年もですね、皆さんと一緒にその怪しい雲を追いながら、このゲリラ雷雨、こういう突然の雨も皆さんと一緒に追っていきたいと思いますので、今年の夏も皆さんと一緒に力を合わせていければと思います、なかなか難しいかもしれませんけれども、でも皆さんで力を合わせていければ、きっとね、そういう突然の雨に濡れてしまうということも、ね、だいぶ減らせると思いますので、一緒に頑張っていきましょう。続いてマサチューセッツ工科大学さんからもいただきました。お、昨日の当選者ですね。昨日はお帰りメールありがとうございます。初めて返信あったので嬉しかったですよ。おー、ありがとうございます。こちらこそ。今日もいい天気でしたね。幸いにも東京は夕方まではにわか雨の心配ありませんでした。でもさっき雨雲メールが来ましたよ。これから降るのかな。週末も天気いいみたいなのでよかったです。帰宅途中の天気は晴れ、風もなく穏やかです。半袖でも十分過ごせる感じ。それではまた明日、とコメントいただきました。ありがとうございます。あ、こちら、ね、穏やかな空楽しむことができたようですけれども、この帰宅途中の天気は晴れ、半袖でも十分過ごせる。ここ最近結構昼間は暑くても夜はちょっとひんやりとかしていたことが多かったんですけれども、どうでしょうか、今外にいらっしゃる皆さんとか、半袖でも大丈夫。じゃあお帰りの時間も割と帰りやすい体感にはなっているんじゃないでしょうか。ただ関東エリア、この後も、ね、天気急変の注意可能性がありますので、ぜひですね、気をつけながら、こまめに雨雲アラームライブ、そして10分天気予報なども確認しながらお帰りくださいね。皆さん、返信ありがとうございました。この後もですね、ソライブムーンにお送りしていきます。20時30分から再開していきます。
時刻は20時30分を回りました。ここからもソライブムーン、山岸愛理とソライバーの皆さんでお送りしていきます。よろしくお願いします。ではですね、先ほどお帰りメールのコーナーで、ね、当選された隣のトトロちゃんさんのこちらメール、ここからはご紹介したいと思います。こちら隣のトトロちゃんさんは群馬県の方ですね。アイリン、ただいま。そしてこんばんは。こんばんは。もう今日はなんていうか、出先では全然降らないで、自宅の方は大雨という状況でした。秩父から東に流れる雨雲の通り道なのかな。それではとコメントいただきました。ありがとうございます。出先では全然降らないけど、まあ、帰ってきた時に大雨。ああ、そういう方もいらっしゃったかもしれませんね。結構しっかりと降ったみたいで、どうでしょうか。皆さん今日雨に濡れてしまったりしてないでしょうかね。こちら秩父から東に流れる雨雲の通り道なのかなとコメントをいただきました。お、道路の濡れ方が…点点点。実はこのヨシュエスさんですよね、隣のトトロちゃんさん。隣のトトロちゃんさん、かっこ別名ヨシュエス2008でしたって書いてある。はい、そうです。どっちでお呼びしたらいいのかなと思ったんですけれども、隣のトトロちゃんさんはヨシュエスさんと同じ方ですね。ありがとうございます。チャットにも参加してくださっていたんですね。あー、なるほど。ちょっとね、この大雨に遭ってしまったということで、ちょっとね、お家に帰ってきた時に、ね、大丈夫だったでしょうか、ね、この後、まあ、そういうね、ちょっと雨に今日は油断ができない一日となりましたけれども、隣のトトロちゃんさん、もしくはヨシエスさん、なんて呼びしたらいいんでしょうか。ね、この雨に負けないように元気の